アルファアマニ、チンは、天狗グダケかの毒キノコ、卵天狗グケから発見された毒素の一つ。八つのアミノ酸が結合した環状ペプチド。これを含む、類似の一群の化合物は、アマトキシン類と総称される。天狗グダケ属の他にも、他属のキノコからも見つかっている。アマトキシン類は熱に対して安定であり、一般的な加熱調理程度では分解されない。この毒素は、 死亡性を持ち、症状が現れた際には摂取した毒素の大部分が生体内に吸収されているために対処が困難になる点が危険である。生体内に取り込まれたアルファ αα に、チンは RNA ポリメラーゼ2に結合し、タンパク質の合成に必要なメッセンジャー RNA の合成反応を阻害することで細胞組織を餌死させる。なお、 この毒素に対する下毒剤は存在しない。接種から10時間以内に報告される症状はほとんどなく、重大な症状が発現するまでに接種後24時間が経過することもしばしばである。異膳状は症状が現れてからでは効果がないため、不意に接種してしまった場合の対処が困難である。対処が遅れることで致命的な症状へ移行する。下痢と痙攣が 最初の症状で、次に一時的に症状が収まるに世界復帰がある。その後、4、5日の間に肝臓と腎臓の細胞を毒素が、徐々に破壊することで重篤な機能障害を引き起こす。中毒者のうち、約15%は、腎不全、肝不全、昏睡、呼吸困難などが進行し、約10日で死亡する。全中毒者の5割は、最終的に死に至るが、 それ以外の場合でも後遺症が残ることが多い。早期の診断は対処が難しくなりがちで、主に対症療法が取られる。また、臨床的に未確率ではあるが、アマトキシン類に対処するためにペニシリン及びセファロスポリンの誘導体を含んだ手術の薬剤で治療がなされる。機能障害が深刻な場合には、同所性肝移植を行うこともある。に、 チン中毒を治療する、最も効果的な方法は、摂取の直後に胃を洗浄することである。しかし、この方法を用いるには摂取直後には自覚できる、中毒症状がほとんどないことが問題となる。前述の通り、加熱では、毒性は消えず、また茹でこぼすなどの調理法をとっても、小実体からは、アルファアマニチンを除去できない。ありがとうございます。